高齢率ですね、そちらの方をちょっと、やっていただきたいなと思っています。前から走ってちょっと、あれしません？皆さんを通してあげません？あ、そうね。僕らが霊だと思われるかもしれないですそうそうそう。人も通して、やっぱ夏だからみんな来てるのかね。そうですね。てかさ、高齢術ってまずなんすなんすか？あ、もうご説明しちゃって大丈夫ですご説明しちゃって大丈夫です。はい、まあせっかくですので、まあ霊障を起こそうかなと。いやいや、もうそんな、一回も起こすなんてやるんですって。え、何？ちょっと何って何？俺見てなかったんだけど、何が起きたの？今のはやべえ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？俺見てなかったんだけど。今のはやばい。何、何、何？やめた方がいいって。何、何、やばい何？ぞ、おいしって。見えてなかっもう起きたしって。音声？音質がやばい。今のバグ画初面めがて。バグった？ちょっともう、いい、もういいよ。もう起きた、起きた、練習来ました、やった。え、ちょっと待ってください。はい。ただ、僕一個気になってがあって、一人喋り？はい、一ってこと？確かに。さっき最中に、映像が、ノイズが走って、こんなノイズ見たことないみたいなコメント流れてましたけど、それ俺見れなかったんだよな。どうだったんですか、実際。皆さんどうだったんですかね。なんか、緑とか。緑のフラッシュみたいな。緑のフラッシュがパパパパパ。あ、大橋さん、大島さんはね、消えましたよ。一旦、消えました、真ん中から。あと、一個いいですか？はい。僕、まあ、このロケバスにはいないんですけど、荷物とかを、うちのマネージャーさんが持って、車でついてきてくれてるんですけど、ちょっと迷子になっちゃって、トンネル行って帰ってきたらしいんですよ。で、うちのマネージャーさん、知ってる人もいるかと思うんですけど、もうズボラでガサツで、そういう霊現象とか1ミリも信じないんですけど、そのトンネル入るときに、中学生みたいな女の子2人が、腕に包帯巻いていたけど、ちょっとして帰ってきたら、いなくなってたらしくて、なんかあれ幽霊なんじゃねえかみたいな。多分だけど、地元の中学生だった。ここ、学校とかないと思うんですけどね。地元の中学生だった。本当ですか？そんな話聞いたことないのに。なんか、芋ジャージとか着てなかった。詳しい話は聞けなかったんですけど。やめましょう。はい。もう深く掘り下げるのやめよう。俺も聞かなかったです、ちょっと。ね。数学路じゃないよね、多分ね。部活、もう、この時間帯で部活帰りだったら、その学校訴えられてるわ。可能性ゼロじゃん。まあまあ、自分が住んでる場所とか、自己物件かどうかっていうのを調べるっていうので。じゅうちゃん見たことある？あります、あれです。引っ越す時に、大丈夫か？やっぱ多少心配になるね。その時に、そういうことありますね。だから俺、すっげえ、ぶっちゃけた話なんですけど、純ちゃんの家送っていったりとかしたじゃん。はい。ホタルの日とかさ。はい。で、純ちゃんの家とかもなんとなく知ってるじゃん。はい。自己分岐かなって。ちょっと待って、意味がわかんない。なんでうち知ったら、あいつ大丈夫かなって。友達の家とか自己分岐かとか調べたくなるじゃん。その癖は何？